はいえー、田中正造を朗読する15分を始めたいと思います。えっ、ー、とですね、今は、えーまあ、どういうことを読んでいるかといいますとですね、えー、この農商務、えー、大臣、まあ、これが何をやっていたんだということを言っているところでございます。はい、えー、で、これはですね、まあ、あの国会における、まあ、質問書の 理由に関するあの演説の中でこうした批判をしていると、はいでこの農商務省の話が続きます。なお前の農商務大臣、農商務次官と思うちゃ違う。人は瞬間の間にも悪人が善人になるものでありますから、善人になったら善人の仕事をしなければならん。 内閣が変わって幕が変わったから、まあ、この幕っていうのは舞台の幕とかそういう意味でしょうね。まあ、幕府の幕とはちょっと違うかなと分かりませんが。で、同じ風でも幕が変わったからよろしいというような頭でいたしましたなら、はい。で、これはだからトップが変わったからもう前の え、ことは、あの、いいだろうと。まあ、そういった、あの、ことですね。で、これは容赦の、えー、なるわけでありませんから、まあ、容赦することはできないと。まずあまり騒がずに、静かに大臣に向かって過激なことを私から申し上げず、ゆっくりとお話をしておきますが、どうぞ、幕が変わったからというような頭でなくしてもらいたい。 まあ、これは、あの、今でも政治家がですね、あの、辞めればそれで幕引きという、まあ、そういう、あの、ことはありますけれど、そういうふうな連続性のない話では困るということですね。はい、えまあ、そういうような頭を持っておっては黙っておけない。こちらも権利があるから、そういうような意地の悪い方でも、 なかろうと思いますから、ゆっくりとお話をいたしておきます。それから、高読鉱読と申しますが、高読というものの、う、え、ち、ー、で大部分を占めておる害というものは、まず一番大きな害は、管理が悪いことをしておる。はい。えっと、鉱読で一番悪い、なんかこう、成分の話をするのかと思ったら、管理が えー、一番害であるということですね。その次が鉱毒、その次が洪水。この鉱毒というものより、洪水というものを引き出してくる。まあですから、えっ、ー、と、まあ大元は管理が悪い。だからこういう鉱毒事件が、えー、起きてるんだ、発生してしまったんだ、ということです。で、それで、まあ鉱毒が流れてるんだから、鉱毒が悪い。 で、その時に、この鉱毒をですね、まあ、あの、上流から下流にもたらす洪水が悪いと。ただ、この洪水は当然ですね、えー、沿害によって、まあ、煙の害によってですね、えー、この足尾の山が枯れてしまったということに由来するわけです。はい。ですから、この順番でか、えー、一番悪い方から順番に言うと、管理、鉱毒、それから洪水と。 まあ、そういう順番だということですね。はい。で、この鉱読というものより、洪水というものを引き出してくる。でこ逆にあの、彼らはですね、洪水が悪いんだ。で、これは、洪水が悪いということにしておけば、これ、天才ですからあの、自分たちは悪くなくて、人災じゃなくて天才だとで。ここは、こ,こ,はこの管,管理がですね、まあ,あの、ねえー、管理が一番、 悪いのに、えー、自分たちのですね、責任を、えー、認めない、えー、ようにするために、天才である、まあ、洪水、これですね、天才というのは、まあ、災いの方ですが、えー、天才である、えー、洪水が、えー、まあ、その諸悪の根源だと。 まあそういうあの、えー、理屈を持ってくると、はい。ということですね。そうして、鉱、えー、毒洪水と合併して害をなす洪水は、実に恐るべきものである。洪水を恐れるは、近代、足を銅山のみならず、洪水が多くなった。えー、我々は、これは三、えー、林乱伐の結果による大いなる部分を、これが 締めておる。はい。まあ、先ほども言いましたが、この三連の乱発による荒廃ですね。で、えある人は、いや、人口が増加するから、主樹、山をハゲにするからえ、こうなるのは無理のない話だ。こういう立派な弁護説でございます。まあ、人口増加ですね。これに、あの、 原因を求めている。だから、もう人口が増加してるしょうがない。えー、目をつぶってくださいという、そういう弁護説です。また、事実もそうでございますが、あの、まあ、人口が増えているのは事実です。事実もそうでございましょうけれども、日本の洪水というものは、それと異なっておる。日本の洪水は、外の国の洪水と違う。日本の洪水は、山林乱伐というものが、十中の 七八を占めておる実にこの三輪の乱魷は困ったものでございます、はい。人口増加の立派な弁護があるからといって、三輪、えー、乱魷を、えー、内緒で悪いことをやられては困ると。はい、で、この部分ですね、あのーえー、私もあの,この日本の森林史、まあ、森の歴史、 についてですね、まあ、1回大学で半旗使ってあの学生と一緒にあのいろんな資料を読んだことがありますが、まあ、何回か日本ではですね、この森林の乱伐によってあの枯渇が生じております。特に大都市のですね近くっていうのは、かなりあのひどい。でまあ今と 違ってですね、ま,あさんえー、このまず燃料に使えますし、建材に使えますし、肥料にも、えー、使えますと、まあ。そういうことで、まあ、非常にこの森林に対する依存度が、えー、高かったわけですね。で、そこに加えて、まあ、近代化によってですね、人口が増加していると。だから、まあ、これはですね、仕方がないんだと言うんですけれども、えー、これでは困るんだと。足尾の場合は、あの まあそんなものではだけでは説明できないということですね。で、これは当然ですね、あの銅をこう作るためには、たくさんの木が必要になるわけです。で、この部分が、あのやっぱり大きいわけですね。で、まあ、あの最初にですね、この、えー、硫酸のガスが、まあ、どんどんこう、えー、この生成のですね、過程で出ていって、それで木が枯れた。 えー、という話になるんですけどその前に、えー、どうもですね順番としてはやっぱりあの田中正造が言うようにこの乱伐が行われたと、えー、いうことだと思いますでその後あのベッセマー方式というあのの用鉱炉がですねヨーロッパから取り入れられますがこれはコークスを使っていてあの木材はあまり使わないんですねですけどあの生産量がもう 莫大に増えまして、で、これで、あの、え煙で、まあ、あの、足尾の山にとどめを刺したという形になるかと思います。はい。で、続きを読みますが、えー、これも、えー、また、無経験というのである。私たちには経験がなかったので仕方がありませんと、そういう話ですね。これは、鉱、えー、読ほど深く無経験ではございませんけれども、 つまり、あ、この三輪乱馬ってのはですね、江、ま、戸、あ、時代にもずっと問題になっていることですからね。ですなわち、えー、これもまず知恵が足りないというのでございましょう。三輪においては、すなわち封建時代の方がよほどよろしいようで。今日は三輪学士がどっさりできて、まあ、大学ができましたから、あの学士がたくさんいると。この林業ですね、まあ、あの林学を学んだ。 学習がいると山ほどできて、そうして悪くなっておる。はい、ですから、この西洋の,です、ね、あの学問を収めたような山林学習がどっさりできたのに悪くなっていると。何のことであるいやしくも封建時代は封建という制度は悪いけれども、その国、その地方に君主がある。殿様がある。殿様というものは、 自分の領分の管理というものは、実に自分の公演地であるからして、実にこれは大事にしたったものである。はい。で、ここはかなり重要ですね。えー、つまりあの、江戸時代は封建、まあ、時代であったで、これは地方がですね、あの文献の状態になっているわけです。で、明治に入るとそれを中央集権国家にしたわけですが、そうなるとですね、 あのこの中央にとっての地方というのはある種の属国になるわけですねだからその大事な領地だというふうにこう見なしてですねこの森を大切にしようという意識がなくなるでまああ,のある意味植民地化されるわけですねでそれでまあこの山林とかそういう天然資源ですねその自然の資源というものは 要するにこう都市に住んでいる、まあ、中央に住んでいる人たちの生活を豊かにするためには、まあ、犠牲にしても構わないと。だからその地方にいる、まあ、あの君主であればですね、自分のお膝元が、えー、のこの森林資源がですね、枯渇してしまうとなれば、これはもう持続可能ではないわけですから、潰れてしまうので、まあ、これは大変だということで、えー まあ、あの保護するわけですねね森林を、ね、ですからこの,あの政治の、えー、なんていうか領域が、えー、この拡大すればするほどですねあのサステイナブルじゃない、えー、この自然に対するです、ね、管理というものが起きやすくなるとでさらにあの例えばあ,のある種の植民地のような属国のようなものとして見なされた地方ほど えー、荒廃していいくとと、まあ、そういうことですねですからこれはですねあの、えー、広大な国家であるとそのな、えー、内地というか国内領土内で、まあ、こうしたあの環境破壊が起きやすくなると、えー、そういうことですね、まあ、国家が拡大するほどですね、えー、この自然管理 <laughs>、えー 管理が行き届かなくなると。はいまあ、こういうふうにメモっておきたいと思います。でかの当時の大臣が別荘を作って、別荘の庭の木を、えー、いじくると、同じことであるからして、はい、で自分の別荘のですね庭の木は大事にしますよね。で実にこの漢輪を、えー、この漢、えー、の、えー、林ですね、まあ、あの江戸時代であれば、あのー、この え、ご領地の林ということになりますが、え、明治になってからはそれがそのままそっくりの管理になります。え、この管理を大事にしたものである。今日、そういう思想は今の管理にあるかないか。また、百姓を見ることもそうである。従って、脳、これは農業の脳ですね。脳というものは、今日、脳症務 えこれは脳症務症の脳症務ですね。脳症務は脳という字をえ頭に書いておきながら脳という思想はない。はい。でこれを、ここら辺はちょっとダジャレをいろいろかけてると思いますね。あの、頭にっていのは一番最後の、最初のトップに脳症務っていうふうに言っておきながら、この脳という思想がないっていうのは、要するに頭の中が空っぽだってことを言,って言いたいわけですよね。で、え、ー まあそれともしかしたら脳みその脳もかけているかもしれませんが、ちょっとそこ、うん、まあ、わからないんですけれども、えー、その頭がですね、が空っぽだということを言いたいだと思います。まあ、ある種の謝礼、えー、ですね、えー。まあ、どうかわかりませんけど、ども、そういうことでしょう。脳症無で頭に脳があってけど、脳という思想がないということは、中身がないので空っぽであると。 はい。で、鉱山市とかなんとかいう山市が出入りするだけで、山市のあれはクラブだ。立派な袴を履いていけば、その方は、えー、遅く行っても面会をする。汚い着物を着ていけば、これは農民ですね。被害人が行けば、汚い応接所に通す。決まりきっておる。はい。もうこれだけで、あの、鉱山、 えー、この鉱山市、まあ、これ山市という言い方をしますが、山市というのは、またあの何、えー、ていうか、ある意味、こう、えー、山っ気があるとか、ですねそういうバカにして感じなんですが、まあ、最近、たまたまですね鉱山、えー、地域ではあの鬼伝説が非常にあのよくあって、でそれで、まあ、農民からすると鉱山市というのは非常になんかいかがわしいあの存在だというふうに。 まあ見られていてで、実際にですね、もうあのぜ、前近代においても、この、えー、鉱,山鉱山業と、えー、農業との間には常に緊張関係があった、えー、ということが、まあ、最近ちょっと勉強しました。ですからこの、えー、ここから先はですね、この農業と工業のこの対立、えー、をですね、ちょっとしばらく長く、あの田中正造が説明してくれるというところなんですが、 まあちょうど15分経ちましたので、えー、今日のところは、えー、このあたりで、えー、終わりにしたいと思います。